I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. おいおい、こいつはすげえな。オタク、これが何なのか知ってたりする？だよな、さすがにこんなわけわかんない現象見たことねえよな。けどさ、これなんとなく中に入れる感じしね？こらてめえら、現場に近づくんじゃねえ。そっから一歩でも近づいてみろ。まとめて逮捕すっぞ。あ？ち、なんかやかましいのが出てきちまったな。現場保存は捜査の鉄則だ、こら。そいつを乱す輩はこの伊達巻子様が容赦しねえ。厄介なことになる前に俺はずらかるとするか。ほらそこ、動くなってんのがわかんねえのか。あ、お前どっかで見たことあんな。確かなんとかっつうハッカーチームの。やっべ、おい走るぞ。どうやら逃げ道はここしかねえみたいだな。ま、物は試しってやつさ。こいつはリアルなのか、それともデジタル？どうなってんだ、異常すぎるだろう、これ。まるで二つの世界が交差してるみてえだ。わっけわかんねえ。俺の頭がおかしくなったってってわけじゃないよな。
けどまあ、さすがに警察もここまでは追ってこねえだろう。確かに、あの勢いなら突っ込んできてもおかしくねえや。となると、答えは一つだな。鬼が出るか、ジャが出るか。まあ、何かが出てから考えようぜ。行くぞみんな。行くぞみんな。どうかしたか？いや、さっきからずっと黙りこくってるな。あ？事務所に状況を報告したい？でも、つながらない？つか、何？事務所って。あ？勤め先の探偵事務所？電脳探偵になった、えへんぷい？変部位？じゃなくて、電脳探偵？電脳の探偵？マジかよ、すげえな、おい。なんか、よくわかんねえけど、とにかくすげえな。やっぱオタク、斜め上すぎだわ。いや、褒めてねえし。ま、とりあえず通信は諦めるんだな。俺もさっきから試してるけど、ここに入ってからネットとつながる気配ゼロだ。
デジタルウェーブの状態が不安定なんだろうよ。まさかデジタルウェーブの説明を俺にさせようってんじゃねえよな。後で検索しろ、検索。んなことよりさ、さっきの電脳探偵の話、もうちょい詳しく聞きてんだけど。いや、誤解すんなよ。別に面白そうだとか、やってみてとか、そういうんじゃねえから。純粋な知的好奇心だよ。ただの興味本位。だって、変だろ？電脳探偵。どんな設定だよ。コミックでしか見たことねえよ。いいよもう。ほんと、別に興味ねえから。事件を解決した。だからボスはどんなやつなんだ。洗いづらい。これはこの間のクーロンの時と同じ。しろよ。ふざけてんじゃねえぞ、こんな時に。何？幽霊がいた？エデンで噂になってる白い少年の幽霊？クーロンでも見た？本当か？担ごうとしてんじゃねえだろうな。いや、オタクに限ってそりゃねえか。相当の人よしだってバレバレだしよ。それに変なもんが見えたのは確かだ。はっきり見えてるようで何も見えない。頭ん中を探られたような、何かを押し込まれたような。すげえ気持ち悪い、もどかしい。思い出せそうで思い出せない。あれは一体なんだ、何の意味がある。だよな。まあ、そいつも進みはわかる。かもしれねえよな。おい、気づいているか？オタク、それでも探偵かよ。俺たち、ちっと前からつけられてるぜ。デジモンか幽霊か、あのお姉さんか、正体はわかんねえけどな。誰だ？こそこそしてねえで、こっち来い！おや、気づかれてしまいましたね。いやいやいや、こんにちは、こんにちは。おっと、そう見守らないでください。私は決して怪しいものではありません。あんた誰だ？こんなところで何してる？私は水道明けると申します。
上城エンタープライズの研究者でして、この奇妙な現象を目下実地調査中です。一人でか？私一人でです。いくら解明できそうな専門家が私しかいないとはいえ、女子くらいはつけてほしいものです。まったくひどい会社だ。なんで俺たちを尾行してたんだ？いや、私より先に人間がいるとは思わなかったもので、少し様子を見させていただいたのです。不快な思いをさせてしまいました。それは申し訳ありません。謝罪します。いや、ま、別にいいけど。でも謝罪する気があるなら、分かってること教えてよ。俺たち、いや、そう言われると断れませんね。くれぐれも他言は無用ということでお願いできますか？ああ、わかってる。なあ、そう。やらしい。それではお話しいたしましょう。ただ、これからするお話はあくまでも私が調査の過程から導き出した機能的推論。決して結論ではございませんのでご注意。それではまずこの空間のことからお話ししましょう。現象の内部であるこの空間、ここには特殊なデジタルウェーブが渦巻いているようです。ご存知ですよね、デジタルウェーブ。デジタル情報を運ぶエネルギーの流れだろ。素晴らしい、教科書通りのご回答です。つまりここは現実世界でありながらデジタル情報で構成された世界ということになる。極めて簡潔かつ端的に表現しますと、現実世界が電脳空間化してしまっているのですよ。そのためここではあらゆるものがデータ化してしまう。人間の思念さえも。飛躍しすぎじゃないの？否定はしませんよ。同業者からも私はたびたび痛い視されていますからね。かの偉人ニコラ・テスラに例えられたこともある。まあこれについては恐れ多いので、過剰な賛美として真に受けないようにしています。それはともかくご覧なさい。この内部構造の異常な造形や不条理さは、まさに人間が持つ記憶やイメージなどのデータがデジタイズしたものだと直感しませんか？これらが現実と融合し、この複雑怪奇な空間を生み出した。私の推測は以上です。一つ君たちにも質問させてください。君たちはイーターと挿入したことがありますか？イーター？なんだそりゃ。食らうもの、侵食するものという意味で、私はイーターと呼んでいます。ひょっとして、あの白黒のオウムガイみたいな気味悪いプログラムのことか？まさしく！いや、イーターと遭遇して無事とは、君たちが強運の持ち主ですね。
というのも、イーターに捕食されると、あらゆるデータは侵食され、バグ化してしまうのですよ。バグ化すると、どうなっちまうんだ。構造もアルゴリズムも、無秩序なデータになってしまう。まさに、バグです。しかも、一度バグ化されたデータはもう元には戻らない。いやはや、恐ろしい。本当に恐ろしいですよ。食われたが最後ってわけか。と考えられていますが、ね、私はそうは思いません。は？あらゆるデータは復元する方法が必ず存在する。かつてあったものがなくなるなど非論理的です。形而上的な意味ではなく、ことデジタルにおいては事象としてあってはならない。ならばバグについてもしかりです。ゆえに私はイーターそのものの研究を進めている。おっさん、暴走すんなって。確認すっけど、上城はそのイーターってのを知ってるんだね。そいつがヤバいってこと。いや、もちろんですから、私がこれこのように研究を。やっぱ知ってたんだな、人間奴ら。すっとぼけやがって。まあ、サービスはあくまでもビジネスの目的ですし、厳選しておきたい情報もいろいろありまして。まったく、ひどい会社ですよね。この際だ、他にも聞きてんだけど。私に答えられることでしたら、何でも。しかし、その前に、君たち、見たところハッカーですよね。デジモンキャプチャーもお持ちだ。それに、立派なデジモンプログラム。だったら何？ズバリ、この現象内部に救っているであろうイーターを排除していただきたい。ここにもいるってのか。先ほど妙な映像を見ませんでしたか？あるいは白い少年の幽霊。あれらはイーターの存在を示す、いわば前兆のようなものです。イーターの存在がデジタルウェーブに影響し誘発させている。私はこうも考えています。この現象こそが意であれば、現象を断つことで現象は消滅するはず。と、この推論を裏付けるために君たちの力をお借りしたいわけです。はい。あんた、あれの研究してるんだったら、なんか秘密兵器的なもん持ってないの？潜んでる位置のわかるレンズ付きの時計とか。妙に具体的ですね。いや、現在のところイーターへの対抗手段はデジモンプログラムが最も適当です。あのプログラムにはバグ化への耐性があります。やすやすとは侵食は受けるでしょう。あれを排除しろって。いや、素晴らしい。ではよろしくお願いします。そんじゃな、リベンジと行くか。で、とっととまともな世界へ戻ろうぜ。ここにいるとそのうち頭が変になっちまいそうだ。いや、私はここで待機していますので、他に質問などあればどうぞ。お聞き。まともな世界ですか。うん、仕方ねえか。おれ、おれ。
いてくれてよかった。行くぞみんな。案外大したことなかったな。無理しちゃダメだよ。おら。行け。みんなよく頑張ったね。こっち消えちまいやがった。なあオタク、あいつが誰か知ってたりする？まあ気のせいだよな。おっと、お出ましだぜ。あのおっさんの推論ってのが正しいなら、こいつを倒せばこの妙な現象が消えるわけだな。え？けどここが消えたら中にいる俺たちはどうなるんだ？大便ありがとうさん。大丈夫、俺に任せな。このまま突っ走れ。行け。おら。このまま突っ走れ。おら。おら。終わったか。お疲れさん。どうだ。
ここは新宿？どうやらおっさんの推論は正しかったみてえだな。イーターに白い少年の幽霊、超面白いじゃん。最高だぜ。そんで極めつけがオタク電脳探偵。いやマジで面白いわ。現実なんてもんは退屈だって決めつけてたけど、存外そうでもねえのな。ま、何にせよだ。俺ちっと探ってみるわ、イーターのこと。スウェードのおっさんの研究に協力するのもありだな。あのおっさんもなんか面白そうだし。そういやおっさんはどこだ、いるか。イーターとかより面倒くさそうだよな。ありえ、じゃあ俺とっとと逃げるわ。オタクも捕食されんなよ。またね。逮捕だ。こらなるほど、それは災難だったな。と同時にこれ以上ない幸運でもある。通常の調査では得難い情報を目の当たりにして入手することができた。そういう月も探偵家業には必要なんだよ。さて、今回の事件、仮に新宿迷いが事件としておこうか。迷いがとは、民族学などで言うところの異界だ。常世、霊界、妖怪、今回新宿に出現した。ちなみに、引用元は、ここで重要なのは、誠に羨ましい限りだね。デジタルワールド。そうか、知らデジモンは人間が…無論、私は信じるよ。いや、ひとまずデジタルワールド、新宿迷いが事件。実は、君が助手になる少し、君を見つけたのは新宿。いずれもデジタルウェーブ以上に端を発し、現在新宿のみならず、我々の生活に支障をきたすレベルで、問題は不安定化している自然現象か。あ、実に興味深い事件だ。ところで、君と連絡が取れなかった時間を有意義に、君が成果を持ち帰って。ご苦労様、見事な活躍だった。つまりはご褒美だ。君は信じられるかい？コーヒーとヨーグルトと海苔の佃煮が奏でる